はい、どうも皆様こんにちは。ラッシュゲーミングのグリードです。今日は僕の一日のルーティーンのようなものを撮ってみようと思います。約数ヶ月前に今実写動画を、ルーティーン的な実写動画を撮ってみたんですが、そこからね、まあ、気分が乗らずずっとね、こういう実写動画を撮らずにいました。今日は特別なねイベントがあるわけではなく、まあその大会とか外仕事もなく、まあいつも通りゲームの動画配信して編集して筋トレしてっていう一日になってます。ほと何もない一日ですけど、コールドを出たらこういう動画を撮る暇がね、また減ってしまうので、ちょっと撮っていこうと思います。皆さん動画の前によかったらチャンネル登録と高評価ね、ぜひポチッとするだけなんでよろしくお願いします。はい、ではまず気象から見ていきましょう。僕は寝ている時に必ずホットアイマスクをつけてます。使い切りタイプではなくて何回も使えるタイプの、USB のホットアイマスクですね。疲れを取るためっていう理由もあるんですが、僕ですね、寝てる時に半目になってるらしくて、もうドライアイになったのそのせいじゃないかなと思うんですが、まあ、寝てる時に目が開かないようにこうアイマスクをね、こうなるべくつけてるんだけど、起きた時に高確率でどっかに行ってますね。で、ここで一旦携帯チェックですね。起きたら、もう起きたらすぐやっぱり携帯見ちゃいますよね。まあ、SNS やら、YouTube やらちょっとざっとチェックした後にここでもう一回寝ます。そして起きて歯磨きしたら速攻プロテインですね。もうすぐタンパク質補給しないといけないので、プロテインはゴールドスタンダードの、今はこれダブルリッチチョコかな。前までコーヒー味とかいろいろ試してたんですけど、ダブルリッチチョコがやっぱ一番飲みやすいかなっていう、個人的に。そんな振るかな。ゴールドスタンダードすごい溶けるの早いんで、そんな振らなくていいんですけど。蓋の捨て方すごいな。そんな慌てんでもいいのに。朝食ですね。全卵3つと卵白1つだったと思います。あとキャベツとベビーリーフと白米。で、味付けはトマトケチャップ。もうほとんどないですね、これね。出るのかな、これ。そしてこれ、もらいもんなんですけど、シャーザクの一味かな。なんかすごい辛いやつですね。で、これで食べてきます。ヘアセットはもう僕すごい適当ですね。もうワックスドワーってやって、スプレーバーってやるだけなんですけど、まあだいぶ黒髪部分伸びてきたんですが、もう正直ブリーチするのやめようかなと思っていた虫。なのでこのまま黒髪部分伸ばして、だけど完璧な黒髪じゃちょっとなんか物足りないから、まあブリーチはしないけどなんか色入れたりとか色々あるじゃないですか。黒髪にちょっとうっすら何か色が入ってる髪でいいかなと思って。そしてこれからゲーム動画を撮ろうというところなんですけど、その前に必ずと言っていいほどコンビニにコーヒーを買いに行ってますね。まあ、カフェオレだから脂質多いじゃねえかって筋トレ勢に言われそうなんですが、まあたまにです。たまにカフェオレ。あとね、起きてからすぐゲームするとなんかちょっと調子悪いんですよね。やっぱ一旦外に出て外の空気吸ってちょっと歩いて、でコーヒー買ってきて家に戻ってきて、さあゲームやるぞっていう方がなんかこう、すっきりするし、集中力がこう、パッて入るんで、いつもコーヒー大体買いに行ってますね。動画撮影始める前に、まあ、サクッとね、ウォーミングアップとして、ボット打ちを100体前後だけサクッと打ちます。まあ、さっき買ったコーヒー飲みながらって感じですね。まあ、気分ちょっと切り替えつつ、で、センター進みつつ、敵の方が多分エリア入ってますね、人数。ここから登ってみるけど、正直行けるかどうかわからない。ちょっとチャレンジですね、ここは。で、なんとか入れた。で、スタン入れて、ちょっと今のスタン危なかったな。で、もう一枚やって、で、2階、窓いないか確認。いますね。で、下入ってきたでしょう。上の敵は今ダメージ与えたから、引っ込むはず。オーマイガッ。おお、お、僕は動画編集は全部自分でね、昔からやってます。やっぱり最近は YouTuber やストリーマーさんは、こう、編集者の人に、こう、動画を渡して、編集してもらうっていう方がね、主流になってるとは思うんですけど、まあ僕はそんなね、難しい編集もしないし、やっぱり自分の動画を他人に投げて編集してもらうってなると、
やっぱ細かい部分で自分が納得しないような出来になったりとか、もうその辺のやり取りもちょっと嫌だなっていうことで、まあ、全部自分でやってます。サムネも全部自分で作ってます。例えばこのハセシンとのウォーゾーンの動画などは、下にねウォーゾーンの壁紙を貼って、まあ、ちょっと色変えて、ぼかしを入れて、集中線入れて、ハセシンの画像を入れて、で文字入れたりとか、こちらはこの前あげた核のね、動画なんですけど、例えばこの AK 切り抜いて、ちょっと色合いを結構いじってます。デフォだとねかなり暗いので、まあ、明るさ上げたりとか色合い濃くしたりとか、ハイライトとかシャドウとか、まあ、ハイライトちょっとパッてこう上げるとピカって光ってね、まあ、ちょっとサムネ映えがしますね。こちらもこの前あげた、環境紹介の動画のサムネなんですけど、まあ、これはねサムネの最後に、フィルターでシャープっていうのでこうフィルターをかけてるんだけど、まあ、これを入れるとこうバチってねなんか質感が変わるんだけど、ちょっと動画じゃわからないかな。そして撮影と編集が終わったら、トレーニング前の、パスタをこれから食べますと。はい、今日のトレーニングは胸トレですね。この前あげたルーティン動画でも胸トレだったような気がするんですが、次はちょっと違うトレーニングあげたいですね。まあ、今回はダンベルプレスを1種目目に持ってきて、ちょっと重量チャレンジしたいなってことで、まあ、まずウォーミングアップ20キロから、まあ、ちょっとやってます。よくベンチプレスいくつですかって聞かれるんですけど、今はねもうやってません。筋トレ始めたての頃はちょっとやってたんですけど、まあ、全然うまく効かせらんなくて、でダンベルに変えてからすごいあの胸が成長したので、もうずっとダンベルでやってます。まあ、主にフライ系、ダンベルフライとダンベルプレスが中心ですね。僕ね、いつもね、一種目目に、フォームが崩れてもいいから、この重量にチャレンジするセットを一つね、入れてます。本当にもう全力で、もうまあ4回とか5回とか、まあ3回の時もあるんですけど、本当ギリギリ、フォームが崩れてもいいから重量にチャレンジする。まあフォームこれね、左全然下がってないですね、やっぱり。これ34キロでやってみてるんですけど。で、ここでちょっと重量落として32で、上げてます。各種目、メインセットは2セットで組んでます。でインクラインのダンベルプレス30キロでやってるんですけど、1種目目でもう疲れてたせいか、もう全然ねもう左が下がってないんですよね。まあ多分肩甲骨が硬いせいだと思うんですけど、まあ、これはしっかりストレッチしないとなって、まあ動画撮ってみて思いましたね。インクラインダンベルプレスも1種目目に持ってきたらパワーが残ってるので、まあ、12回ぐらいちゃんとしたフォームでできるかなって思います。これはね今回あのプレス系をやった後に軽い重量でダンベルフライをやるっていうものなんですけど、なんかインスタでやってる人がいたので試してみたんだけど、まあ、あんまりちょっと合わなかったかな。トレーニング終わって帰宅してシャワー浴びたら、今日はね COD の公式生放送でも MC をした荒木美鈴さんとちょっとねバッティングセンターに行ってきます。
手気をつけて。あぶねえ。ちょっと、あぶない、あぶない。ほら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 、ほら、見えてきてるって、バット。おお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 お2枚2枚2枚感想は72キロか見てんだってご視聴ありがとうございました、Twitter と Instagram もやってますので動画概要欄からぜひチェックお願いしますというわけでお疲れ様です。